鈴浦雄介と申します。私が少年社中に出るのが実に1年ぶりになるんですが、この1年間外部活動で、蓄えてきた知識だったり経験といったものが活かせるような講演になればいいなと思っています。タイトルで言われているようなサーカスといったどの場面を切り取っても楽しく見れるといった、そういった舞台になると思っています。少年社中という学生演劇から始まった集団が今回東映さんのお力をお借りしてサンシャイン劇場という大きな舞台でやらせていただけるということになって、大変興奮しております。今回の公演でおそらくたくさんの方が大きな期待をされていると思いますが、その期待を簡単に上回る舞台を作りますので、ぜひ楽しみにしていてください。